本日も始まりまりした2022年4月15日第25回目「スーパーカー・ラディオ <laughs> ということで本日もやっていきたいと思います。 えー、最近ね寒くなってきたりあの暖かくなったりですが皆さん体調は大丈夫ですか <laughs> 体調の方は大丈夫ですか皆さんね寒暖差にねあのお気を付けください。はいいそういえばあのこのこ前 ツイッターに私のあの大学の頃のね <laughs> 写真をねあの載せたんですけどみんな笑ってた <laughs> あの時あの今よりね1 0ロね太っていたのでね顔がプクプクしてたんですよ <laughs> 面白いから載せようと思って軽率軽率に載せてしまったのですが <laughs> 意外となんかみんなの反応があって恥ずかしかったです。<laughs> なんか消そうかなって思ったんですけどまだなんか消してないのであの <laughs> まだ見てないよーっていう方はねあの,あの皆さん私のツイートツイッターのねツイート見てみてください。<laughs> はいそれでねあの思い出したんですけどそう大学の頃ねサークルのみんなでね金髪にしようよみたいな感じになってサークルでで私あの人生で1回だけね金髪にしたことあるんですよ <laughs> その時の写真もレアなのかなと思って金髪といってもでも確かイルミナカーな イ,イルミナカラーだったかなイルミナカラーのアッシュ系グリーングリーン系の金髪だったんですけど結構おしゃれなね金髪っていう感じでしたなんかその時すごい外人外人って言われた <laughs> それもいつか出してもいいのかなでもあんまりないんですよね金髪の時の写真もっと写真撮っとけばよかったと思って <laughs> <laughs> あんんまりないんだよねそうしかもさそう私あの大学の頃とか目立つタイプじゃなかったのであのその髪の色でね大学の授業出るの恥ずかしかった <laughs> そういえば思い出しましたそしてそう今はねあの地毛地毛なんです全く髪の毛染めてなくって。あの 個人的にねあの黒髪が好きなのであの染めてないっていうのもあるんですけどあと髪の毛染めるとあの根元から出てきちゃうじゃないですかあの地毛が <laughs> 色が変わっちゃうプリンになっちゃうからそれもなんか私めんどくさがり屋だからそれも嫌だなと思って <laughs> 説明できてるかなみんなプリンってわかるかなプリンって。 プリンプリンになっちゃうから嫌な。プ <laughs> プリン。プリンって言ってわかるかな大丈夫かなっていう感じです。ということで。<laughs> できたーだできたでごめんなさいということで曲の方にねあの参りたいと思います。次。 本日の曲はね最近できたばっかりのねあの、ありがとうという曲をねあのー、まだ YouTube に出してないんですけどありがとうという曲をあの、皆さんにねあのー、聴いていただこうかなと思います一番だけ歌いたいと思いますこの曲はあの、いつも支えてくださる皆さんにね作った曲でございますそれでは聴いてください私のオリジナル曲のありがとうそれでは聴いてください 私のオリジナル曲のありがとう真っ白な四角い箱伝わることのない箱笑われても笑顔で もがきやがき悔しかった息つったままじゃ何も始まらなくて心の扉開いて見えない手を取り合って みんながいてくれるから私は頑張れるのをみんながいてくれたから強くなれたんだよずっと一緒にいて 欲しいけどさやがうま私の歌よ響け私の歌よ届けありがとう だいていただいたのが、えー、私のオリジナル曲の「ありがとう」でした「スピカーレイディオ」のコーナーあなたのエピソードということで本日もやっていきたいと思います、えー、こちらのコーナーはテーマに沿った皆さんのエピソードを Twitter で募集し読んでいくというコーナーですエピソードをくださった方には、えー、スピカーオリジナル画像をプレゼント 本日のテーマは学生時代のエピソードですそれでは早速読んでいきたいと思いますまず1人目のエピソード柴田俊彦さんからのエピソードです、えー、学生時代のエピソード、えー、富士山の美しい稜線の曲線は、えー、数学的には指数関数曲線ということは知られています 僕も2年生、かっこ関西では2回生と言います。の時、気がついていたのになというエピソードでした。ありがとうございます。これはあれですか <laughs> あれですかっていうのは、あの、これは、あの、僕も2年生の時、気がついていたのになっていうことは、もしや、みんなが言う前から、柴田さんは、 かかっていいいたととうこななんですかねじゃ言い,、ね、<laughs> い,い方が言い,い方じゃないね。えー、とえということなのかな柴田さんみんながこの指数関数曲線っていうふうにみんなが言う前から柴田さんは気づいていたっていうことなんですかガリレオですか <laughs> <laughs> もしかして柴田さんガリレオですかじゃない <laughs> え気づいていたっていうことはそういうことですよね。発見者,発見者っていうことですかわ <laughs> <laughs> かんないちょっとごめんなさい私あのもう全然あの数学的にはとかその指数関数曲線っていうのがもう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 ,もうからないの <laughs> <laughs> 申ない。申し訳ない申し訳ない私。 本当にあの勉強があのからできなくてわからなくてこういうあの,の英語に見えるこれ「<laughs> 指数関数曲線」っていう <laughs> 英語に見えちゃう「ごめんなさい」じゃないね <laughs> でもな富士山富士山のエピソードでちょっと話は変わっちゃうんですけどあの,あのお話しさせていただくとあの 富士山って綺麗ですよね。綺 <laughs> 麗ですよねになっちゃった。ごめんなさいごめんなさい。え確かね車ね富士山車で行けるところまではね登ったことあるんですけどねあの空気がね美味しいっていうかねわかんないんですけど自然な感じでねすごい好きです。あの そういうい山海の方が好きなんですけどね言ってしまうと海の方が好きなんですけどねでも富士山の話してるから今 <laughs> でもあのうんと山もねあの空気がね美味しいのよじゃないのだよ <laughs> 多分みんなもわかると思うんですけどなんかあのあとなんかパワースポットだしパワースポットだしとか言ってなんかあの なんか違う感じしますよね。わかんないけど知らんけど <laughs> でもねなんかにになった気分になる。<laughs> 配信見たことないんですけどそう <laughs> ねでもそうなんか山のその富士山のところに行った時に空気もねなんか涼しいからかな,なんか。 すごいね澄んだね空気でねなんかあの気持ちがねあの楽になるっていうか <laughs> なんか宗教宗教みたいななんかみんな <laughs> みんな宗教に誘ってるみたいになってるなんか富士山の富士山はあの,のところって空気が冷たくってなんか 空気が美味しくてん、ごめんなさい、だめだだめだじゃないだめだ <laughs> いい話ができない。いい話ができない。ごめんなさい、柴田さん。ごめんなさい、ごめんなさい、さいじゃない <laughs> <laughs> で全然しかも話違うし話違っちゃったごめんなさいう,うまくまとめられなかったということでエピソードくださった柴田さんにはオリジナル画像をプレゼントいたしますということで最後のエピソードハメロンさんからのエピソードです。ハハリリだ ハンバーからのエピソード小学生の頃の話でもいい <laughs> うんい<よ>や <laughs> 僕の小学生の時代ってまだ先生の暴力が許されていた時代というか悪いことしたら打撃でお仕置きされるという。<laughs> でおのおの先生に必殺技があって <laughs>。 僕の他人は「ンパッチン」って技で両手で両方をパチーンとやるんだけど一回軽く <laughs> ペチンってして油断させといて <laughs> 逃げきめのパチーンの二段がんなのよ <laughs>。他の先生は手のひらで背中を バチンのもみじパッチン。<laughs> もみじパッチン。耳ミタブをギュンとつねる。耳たタブをギュンとつねる。耳たタブギュイン <laughs> とか、いろいろあったな。<laughs> ええな。お前のクラス、耳たタブギュインで。 いやいや耳たぶきよいなめんなよどんだけ痛い思うたんねん <laughs> とわけのわからない会話が繰り広げられてたなスピネーは学生の頃にどんなことをして怒られたとかこんなお仕置きされたとかありますか <laughs> というエピソードでした。ありがとうございます。へめりゃへめりゃ。 面白すぎる面白すぎないじゃないね。<laughs> 擬音が,擬音が子供っぽくてそういうい話大好きです <laughs> でもね実はねこれ録音する前にねこ,この文一回読んじゃってるんですよ。<laughs> でもそのねその時ね笑いすぎてねもう声出ないぐらい笑った。<laughs> 逆に一回読んどいてよかったってレベルで笑いました <laughs> みんな聞き取れたかな私たしいながらしゃべっちゃったけど <laughs> このこのこのハまリアの先生せいの先生はメンパッチン <laughs> メンパッチンっていう技で, <laughs> 両,手で、えー、両手で両ょうてで両ょうほほう とやるんだけど、一回軽くペチってして、誘導させたて逃げ決めのバジンの二段構えなんだって、みんな。<laughs> 絶対これ、先生の中でなんかありますよね、先生同士の間で。あの、あなたはなどんな技使ってるんですかどんな技使って子供たちを脅かしているの <laughs> って言ってないのかな <laughs> あなたはあなたはどんなどんな技って校長先生とか知りたいな校長先生なかったのかな <laughs> <laughs> 一番最強じゃないですかボスボスっぽくない <laughs> ボスボスっぽくないじゃないにハメリュハメリュえー、教えてほしいなもしあのハメリュなあの小学生の <laughs> あの校長先生とか教頭先生とかあの 学年、学、PTA の人とか、PTA の人とかも、もっともっとすごい技持ってそうじゃないですか <laughs> モンスターペアレント。モンスターペアレントみたいなわかんないわかんない。わか,かんないけど。え、ね、聞き,聞きたーいじゃないね, <laughs> ね全然話が、話が逸れてっちゃった。で、えっと、私が えとスピネーは学生の頃にこんなことをして怒られたとかこんなお仕置きされたとかありますかっていう質問なんですけどえっとね私ね全然怒られたことないです。<laughs> 怒られたことないしお仕置きとかもされたことないな先生に悪いことしてないから <laughs> あんまりあんまり悪いことしてないな怒られるでも怒られないと言ったら 給食を残しちゃうとかくく食わず嫌いが私多かったのであの給食残しちゃうとかあと勉強ができなくて <laughs> もっと頑張ろうねって言われる <laughs> くらいだったな確か確か。確か うん、そうぐらいです <laughs> お仕置きとかはねなかったんですけどねあのでもそう,そう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 お仕置きはなかったんですけどあの中学校の時にあの私のクラスで起きたお話なんですけどふざけて友達の髪の毛を切っちゃったやんちゃなね男の子がいて切った髪の毛はそんなすごいいっぱいじゃないしそんなすごい長い長くはなかったんですけどほんの少しではあったんですけど。 先生がもう見たことないくらい怒って急にわーってでも怒りますよねダメだから友達の髪の毛切っちゃダメだから <laughs> でも見たことないぐらい先生が怒ってでそのやんちゃな男の子を教室の真ん中くらいからあの端の窓ガラスにかけて胸ぐらをゴーンと掴んでバーン って見たことない勢いで胸ド丼無断胸丼されてたのを見ました胸ド丼空中に浮いてた <laughs> 空中に浮いて胸ド丼ーンお前何言ってんだよーって言うて私ええって人ってあんな風にモテるのって <laughs> <laughs> 中学校中学校の時に思ったな今思っても腕力が本当にすごいなって今思ってたんですけどそう今考えたらその先生剣道だ剣道やってたはずだ剣道をやってた確か剣道とサッカーが得意な先生だった気がするだからだだから腕力がすごかったんだ教室の真ん中くらいから 教室の真ん中くらいから端にかけてドーン <laughs> 胸,胸ぐるつかんでドーンだったから。<laughs> 胸ドン、初めて見ました。<laughs> 胸ドン。これからも見ることないだろうな。中,中学校の時に。 それぐらいですかねお仕置きあとはその男子バスケット部のバスケ部の男の子たちが悪いことしてみんなで丸坊主になってた <laughs> ぐらいしか見たことないな私の私の学校中学校かなそれは中学校だなバスケ部の丸坊主はえそれぐらいです え待って全然面白いエピソード言えない。<laughs> いやまただよまただよまた負けた。ハメリアハメリアはねいつも面白いエピソードばっかり言ってくるんです。<laughs> 私はねあの面白いこと言いたい人間なのでねハメリアんなことはねライバルだと思っています。<laughs> <laughs> ということはねエピソードをくださったハマリョンハマリンさんハマリョンハ,ハマリョには、えー、スピーカーオリジナル画像をプレゼントいたしますでは最後にね私のエピソードをお話しして終わりにしようかな私のね学生時代のエピソード今回ねそう学生時代のエピソードはとか言ってさ私あの自分でエピソード作ったのに 私エピソード学生時代の面白いエピソードないんです。<laughs> <laughs> まあだからさあこんなにさハメリオがすごい面白いさエピソードをさ持ってきてくださったからさちょっとやだ <laughs> やだんだけどじゃないね。<laughs> だからなんかやだなーって思ったけど <laughs>。 先に言っておきます、えー、私の話は面白くありません今から話すあの話面白くないのであの皆さん期待しないで期待しないでくださいということ <laughs> えっとこれ私の多分小学生の時のエピソードなんですけど、えっと、私はねよく姿勢がいいねって言われるんですよ。 大学の、大学までねずっと言われ続けてたんですけどねでもあの、隠れ猫背なんですけどね私あの、姿勢がよく見えるだけっていうだからあの、ちょっとこ腰そんなにピンとはなってないんだけれどでもあの、姿勢いいよねってずーっとねあの、 小学生の時から大学生までずっと言われ続けてたんですけどあのなぜかね姿勢よく見えるらしくてよく先生にねスピカさんみたいに姿勢よく見習ってみたいな感じでねみんなのお手本にされるくらいでした。 でもね、姿勢が良すぎるというかねどんな時でもね姿勢がよく見えるみたいで例えばねあの自転車に乗る時も姿勢がよくって良すぎて遠くからでもスビカちゃんってわかったよとか言って友達に言われたりしましたし <laughs> まいには運動会で 100m 走あの走った時にあの 6, 6人ぐらいで走ったのかな6人ぐらいで走ったのに4位だったんです私運動神経悪いのに4位だったから結構結構良かったでしょってお親に言ったんです両親に結構いいよ4位って意外と速かったでしょって言ったらなんか姿勢良すぎて上に飛んでたよって <laughs> 上に飛んでたよって言われましたなんか上に羽ばたいてたみたいです もっとなんか姿勢を倒せば速くなりそうなのにって言われたんですけど自分的には前にね姿勢をね倒して走ってるつもりだったんだけどなーっていう。面白くない話だ。<laughs> 全然面白くないじゃんどうしようどうしようじゃないヘメリアウヘメリアウが面白すぎてやだ面白すぎてやだじゃないとに <laughs> かだね私のエピソード終わりここで終わり <laughs> ハードルでも自分でハードル上げちゃったからなライバルだとか言っちゃって <laughs> やっちまったな <laughs> クールポコ状態クールポコ状態でーす <laughs> おじつのスピーカーレディオンは終わり ということで。<laughs> もし少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。えー、私2月の22日、今年の2月22日には私のオリジナル曲 Dream for You と Dark Lady の2曲がリリースされました。YouTube の方でもミュージックビデオが配信されていますのでよろしくお願いいたします、えー。スピカアット弾き語りという名前で Apple Music、えー、だったり LINE Music、えー、だったり Spotify とかそういう楽曲サイト楽曲サイトサブスクの方で楽曲も配信されておりますのでそちらもねあの聴いていただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますそしてぽこちゃんも集合で配信しておりますので、えー、来ていただけるととってもとっても嬉しいですよろしくお願いいたします <laughs> <laughs> はいその他 SNS やホームページなども、えー、YouTube の概要欄に貼ってありますのでそちらもよろしくお願いいたします。それでは本日のスピカレーィオはここまでということで皆さんまたねバイバーイ <laughs> 来月来月の来月のエピソードどうしようバ <laughs> バイバーイ